どうもこんにちは、フレッチです。今回もグラビティデイズやっていきたいと思います。前回の続きですね。アルバイトしているらしいです。知らないけど、ここが目的地。長いな。知らない男の人にアルバイトと勘違いされちゃった。街の地図をくれたのは助かるんだけれど、重力燃料がどうのこうのって何が何やら。困ってるみたいだし、記憶がないって言い出しにくいし、私が忘れているだけかもしれないと。とりあえず忘却、記憶を失っている主人公らしいですね。分かったよ。はいはいはい。どこ行くんだあいつ。飛んでいくか。うん。さあ、このゲーム続編のもう開発は決まってるんですけど、やはり初代よりはだいぶ広いんだろうね。まあその開発のハードがビータから PS4 になったんで、だいぶ変わるんだろうな。ついたよ。ちょっと解除。さっきの人かな？来たのはいいんだけど。あ、開始、OK。はい、じゃあまずは、重量燃料採取から。空中に浮かぶプレシャスジェムを採取機で集めて重力炉に入れる作業だよと。空中に浮かぶプレシャスジェムを集める。うん、いやーね、わかりました。やってみます。持ってないけどやるだけやってみようか。さあどうしようね。機械を持っていないのにやれるのか。飛ばなくていいんだね。よし、上にあるな。周りの人結構被害食らってるんだよね。発見。どこどこ下。オッケー。もっと一旦解除しよう。これ慣れると絶対自由に飛び回れて面白いんだろうね。なになになに。落ちたね今。場所を失うと落ちるのかな。まあ、そこもまだ慣れていきたいところ。まあ、これからね慣れていこう。これあんまり動かすと変わっちゃうんだよね、向かう地点が。あとまあ左上のゲージで、あ、なくなると落ちるんだ。知らなかった。飛んでるだけでも消費するんでってことだね。だ、一旦壁にとどまった方がいいか。よし、で回復。ああ、なるほど、了解了解。これ分かればだいぶいけるね。よいしょ、めっちゃいい位置に落ちたね。さあ、プレシャスジェム集め終わりましたけど、よし、次は備え付け重力炉への補給だ。 OK。時間が評価対象か。入れましょう。お、新たなチャレンジミッションが解放されたと。君大したもんじゃないか。最初期も使わずプレシャスジェムを集めちまうなんてと。すぐに上司に掛け合ってみるから、正式に社員として働かないか。うわ、なんだかすごい褒められてる。ちょっと嬉しい。いや、でも単なるアルバイトなんでと。今回の給料としてプレシャスジェム3個持っていきなよ。初任給って感動的だろ。うん、ありがとうございます。そうなんだよね、もともとこいつが集めたわけで。マップを開く。チャレンジミッションやんの？違うな。能力強化画面、ここか。基本能力かな。あ、どれを上げるか選べるんだ。必殺技はまだないらしい。エネルギー持続量をとりあえず増やそう。下選べたんだ。よし、経験値はこれなんだ。ジムなんだね。
落ち着けるところを探そう。この子何？ちょっといいかしら？言いにくいけどあんたはちょっと匂うわよ。そんなバカな、クンクン。そんなにみすぼらしいの？やばいな。どこに行けばいいのかな？黄色がチャレンジか。次の目的地に行こう。エピソード3、甘い生活。超近いな。さあ、知らない街で生きるってのもなかなかしんどい。せめてシャワーでも浴び。これはなかなか。ひらめいた。何するんだ。だいぶ気に入ったっぽいね。決めた。今日からここは私たちの家ってことで。やっぱり住むのか。エピソード3、甘い生活。やっぱ住んだな。家具を集めよう。そんなこともあるんだ。どんな部屋にしようかな。まずは家具を揃えないとね。ダスティはインテリアには興味なしか。お？今のダスティじゃないの？誰か助けておくれよ。おばあさんの声。どこに？こっち？上？おー、あれか。持続量確かに伸びたな。あれ？これ戻さないとダメだな。まあ、とりあえず走っていくか。おっと！磁力キック！重いパーツ！あのコアに当てないと死なないんで、中期で。なるほど。おばあさん大丈夫でした？あんた大したもんだね。命の恩人だよ。ありがたや、ありがたや。あんたヘンテコな格好してるけど、すんごい子なんだね。ヘンテコな格好、失礼な。いえ、ああ、もう大丈夫。家くらい一人で帰れるよ。帰ったらあの鬼嫁に行ってやらなくちゃ。年寄りに使わない椅子を捨ててこいなんて頼んでさ。危なくネビーの餌になるとこだったよ。うん。なんだ、椅子を持ってってくれるのかい？まったく打ちのめときたら何だと思ってるのかね。話長そうだね。もう個人的に読むべきなのか。ここでいいのかな。だってどこに？こっち？あそこだな。お、インテリア。いやいやいや、椅子しかないんだけど。寝床もないよ。オプションボタンでこのマーク。どうしたらいいのこれ。不要家具の情報。上か。待てよ、一旦とどまろう。どこら辺なのかよくわかんないな。とりあえず上に行こう。そう、下？上か。まあ壁を走ることもできるからね。うわ、すごいな。移動がすごい。机にかじりついて学ぶことなんて結局意味がない。自分の目で見て耳で聞き触り、体
感じることこそが必要なんだって今やっと気がついたんだ。今日から俺は机を捨てて自由な旅人として生きる。現状の教育のあり方を認めること、それは精神の死だ。さあ、なんか哲学的なことを言っている。机捨てるんですかと。ああ、欲しいなら持って行ってくれ。広場の裏の方にある。俺は風の吹くまま気の向くまま自由に生きるよ。試験なんかクソくらいだ。さあ、何歳なのかよくわかんないけど、まあラッキーってことでね。あれ何？走っていくか。ああ無理だな。何これ。よいしょ。机ちっちゃ。え、これわざわざ持ってくの？ちょっと結構むずいんだよなこれ。降りればいいのか。このまま入るんだね。あれ、あ、下に飛べばいいのか。はい。おー、質素。テラ質素なんだけど。ベッドもあればゆっくり眠れたいんだけどなと。移動すんの？ナビゲーション開始。これ違うよ。これ地上との、まあ、架け橋みたいなもんか。ワップマンホール。旧市街。どうやってんのこれ今。どういう順で動いてんのかわかんないな。情報キャラクターはこいつを行って、ベッドがありそうなんだよね。ああ、だいぶいっぱいあるな、上に。ちょっと、収集した方がいいかな。まあ、ついでに集めよっかな。あ、キトゥン、キトゥンじゃないか。ほら、俺。お調子者のゲーム感だね。そうだよ、他に誰がいる？いつも黒猫について回るキトゥン、みたいな女の子がいるって、町のおさんになってたよ。どうせ自分の名前も覚えてないんだろ？俺も今日から君をキトゥン、そう呼ぶ。オッケー、指導ね。な、確かに名前がないって困るよね。キトゥンか。そうだね、響きが気に入ったし、いいかも。うん。ちょっと聞いてくれよ。すげえ。鏡面のボスに、引っ越しを手伝いって命令されてた。それも一人でベッドを捨てて、おお、いいね。もらおうか。本当に参るよ、こういうの。職権乱用だよな。ベッドいらないの？私もらうよ、それ。ベッド、どこにある？この先の町工場の脇にとりあえず置いてきたんだけど、結構でかいよ、運べる？わかった、任せて。素敵な名前も気に入ってよ。ありがとう、指導。どういたしまして、キトゥン。上行きてえな。あ、ごめん、おじいちゃん、ごめん。グッバイ。何個あるかな。よし、結構あるね。あ、案外いけるんだ。じゃあ集めつついくか。いや、通り過ぎるか。まず集めてから行こうかな。飛んだ方が早いらしいね。飛んだ。これは回復かな。なんだろう。なんかね、レベルアップできるんで。50個か。200個、150個とかいる。50個は無理だな。とてもじゃないけど。またあの怪物。あ、いった。でか、ああ、ベッド。ネビーの子は OK。弱点だね。共通である弱点か。もう一発。ちょっと移動移動移動。
よし。あれ、ベッド壊れてないの？よかった。まだいるな。いて。でも回復落とすんで、そんなに。おっと！移動して、鉄を。あれ、2発じゃ死なない。移動して、くらえ！いいね。危ない。あと、数体か。3体いるな。危ない。飛んだ方が早いんだろうな。よいしょ。くらえ！上に1体いる。いや、爽快的ですね、だいぶ。これでやっとベッドが運べる。よーし。これさ、解除しても持ってけるんだよね。重力クラブっていうのか。なるほど。まあ、飛ぶときにね、飛べばいいんで。無駄に飛んでると、使うときに使えないな。お、発見。これ多分極力集めた方がいいパターンのやつだな。さてと、これを持って帰れば家が完成するね。うーおし、完成！狭くない？おお、ぬいぐるみだね。木は無理だったと。捕まってしまうよと。その時の私は自分だけの家を手に入れた喜びに突き動かされ、手に入れるだけの家具を集め続けた。そして、うん、おー、完成。だいぶだいぶなんか変わってるんだけど。物事には秩序が必要であり、インテリアの基本は整理整頓であると身をもって知ったのだった。黒の西洋薬住家を手に入れたと。長いな。土管の家。土管の家ではこれまでの進行状況のセーブと一度見つけた不思議なマンホールにワープすることができる。セーブデータには主人公の能力や集めたプレシャスジェムが保存され、進行中のミッションは最後のオートセーブポイントの状態が保存されると。マンホールは分かった。あの、移動地点だね。エルラ的なね。イニシエルーラ的なね。ものですね。家に入りましょう。ちょっと見てみたいよね。着替え、ワープ、出る、セーブ。結構あるな。これこれ気になる。え、じゃあ、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。さあ、家が完成しましたね。ではまた次回ご会いしましょう。